に乗るとスリッパくれたりね、いいそうそうね、あのまあいいクラスに乗らないとスリッパないですけど、ね、スリッパお持ち帰りくださいってちゃんと袋もついてね、それであといいホテル泊まりますとね、ちゃんとスリッパ袋もで、そういうのをね、なんとなくこう集めるのが好きだったんですよ。そうなんですね。まあ、そういうとこどっかあるんですね。それで、まあ、それは壁と言えば壁なんで、そのスリッパが、要はね、こういう、まあでもそんなに多くはないんですよ。100個もないんですよ。これぐらいのやつに2箱か、2箱か。ね、で、そうそう、だから持ってくればよかったね。それはだから、10年ぐらい前に。で、それでね、うちね、片付けの先生が、お家を片付ける先生が入って何日間でお家を片付けたことになるんですよ。リビングから何か、それで、で哲郎さんの部屋もやることになったんですよ。それでお稽古場ね、知ってる人、俺のお稽古場も遊びで、で可愛い女の子が来てさ、まだそんなに有名じゃなかったから、まだ本出すなり で可愛い女の子だなと思って、これ子供に全部見られるの恥ずかしいなと思いながら、それでこう開けて、で着物から何から全部そって、それでその子に教わったから、いまだにリバウンドせずに綺麗に片付けてるってことなんで、足袋、この足袋がいっぱいありますけど、こんなにあるんですか、全部言うんで、全部ときめきますかって言われた時に、まあときめきます。で足袋はどうやって、じゃ旅は私初めてやるんで、絶対こうやって畳んでやりましょうっていうことで、旅の畳み方終わった後で、それは巻物は済んだと、それで稽古場行って、どっかに私のスリッパがいっぱい入ってるわけですね。でこれを見つけたわけで、これは何ですか。このスリッパは何ですか。いやだって、まだこれがジャルでこっち側なんです、それは分かっておりますと。そういうだから、これを3つ買うと、そんなのいいんですって言われて、これをね、どうしても取っておきたいんですかって言うから、え、だって、せっかくなって言って、じゃあねって、1箱にしましょうって言われたんですよ。ね、ということは、2箱処分ですよ。ね、履いてもいないのに、履いてもいないのに、2箱。で、すごいときめくスリッパだけさ。で、ここに、その1箱はここにいましょうって。入ってるわけですね。で、それがだんだん、それはもう10年ぐらい前の話で、それからどんどん私も、なんでスリッパだけ、なんかに取り憑かれてたんじゃないかと思うぐらいに、取り憑いたものが取れたわけですね。なんだよな、スリッパもう別にいいなと、ついこの間も、ね、自粛期間の間、お家を掃除しますから、その間もまたスリッパ処分しちゃったんですよ。で、これが分かってりゃねっていう話、お疲れ様でした。